皆さんこんにちは。今日は関東農政局農村振興部主催のウェブ座談会にご参加いただき誠にありがとうございます。今日の座談会では国家公務員に興味がある方や試験を受けようと考えている方を対象に、国家一般職に対して気になっていることを新卒1年目の私たちがお答えしていきます。短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速一つ目の質問です。一次試験についてそれぞれの試験区分におけるアドバイスをお願いします。はい、高卒程度の場合、一般教養は小論文や作文はなく、数的処理や課題処理などの公務員試験特有の問題が多く、書店で販売している公務員試験過去問題集などを活用するのがおすすめです。また専門試験については過去の試験で出題された問題を繰り返し解き進めてほしいと思います。技術職は一般教養よりも専門試験の方が配点は高いので、専門試験の対策はたくさんしておいた方が良いと思います。はい、一般教養試験は出題数の多い数学を中心に勉強しました。日本史と世界史に関しては出題範囲が幅広く、過去問と類似した問題は出題されない傾向があるため、私は勉強しませんでした。あまり勉強される方はいないかもしれませんが、思想は出題範囲が狭く、出題される人物が絞り込めるため点数につなげやすいと思います。また専門試験は過去問 6,7 年分を繰り返していると同じような問題が出題されるので、最初は解けない問題ばかりだと思いますが、答えを一つ一つ見ながら理由を突き止めて勉強すると良いと思います。さらには農業農村白書からは毎年 2,3 題出題される傾向があり、論文対策にもなるので読むことをお勧めします。では次は私から答えさせていただきます。公務員試験は様々な科目から少しずつ出題されるという形式になっていますので、特定の科目さえできれば合格できるという試験ではありません。それだけに全ての科目に対して理解を深めていくことが必要であり、まんべんなく勉強していくことが肝要かと思います。一次試験に合格すると二次試験に進むことができますが、官庁訪問という面接もあります。二次面接と官庁訪問は一体何が違うのでしょうか。人事院が行う二次試験の面接は国家公務員としての適性を見る試験であり、官庁訪問は面接者と関東農政局との相性を見る場となっています。ちなみに面接ではどのようなことを聞かれましたか。はい、基本的には官庁訪問や人事院の面接に関わらず、面接シートに沿った内容を聞かれました。では最後に学生のうちにやっておくべきことがあれば教えてください。はい、真面目な話をすると少しでもいいので社会のルールなどを覚えておくことをお勧めします。でもやっぱり学生のうちにたくさん思い出を作るのが一番です。いざ社会人になってみると、学生時代に友達とふざけ合って帰っていた毎日がとてもいい思い出になります。それを思い出してちょっと寂しくなったりします。回答者の皆さん、ありがとうございました。最後まで視聴してくれた学生の皆さん、いかがでしたか。今回お答えしたことはほんの少しでしたが、聞きたいことがあればいつでもお問い合わせください。私たちは皆さんと一緒に仕事できることを楽しみにしています。待ってます。